就任2年目の立浪和義監督率いる中日が苦しんでいる。現在借金29、先の9月10日の巨人戦、東京ドーム、では石川貴也が放った敵時打で40イニングぶりの得点シーンが話題となるほど、貧打にあえいでいる。今季は若手を積極起用している立浪監督にとっても悩ましいシーズンとなっているが、 ぶっちぎり最下位のチームをめぐっては9回内からも様々な考察の声が出ている。元ヤクルト OB で2000本安打も達成している野球解説者の宮本信也氏は11日に更新された野球系 YouTube チャンネル、野球一貫に出演。その中で現在の中日のチーム事情について言及している。まず低迷するチームをまとめるコーチ人事に関しては、 このままというわけにはいかないんじゃない。とコメント。続けて、人は動かすし呼ぶのかもしれないし辞める人も出てくるかもしれないし、と来期に向けて大幅に変わる可能性を指摘した。その上で、今いる中で、立浪監督が遠慮なくできるのは片岡さんじゃない。と PL 学園の同級生でもあり、 現在も二軍監督を務める片岡敦志氏がキーマンになるという考えを示す場面も。一方、現在低迷するチームについては、最近も39イニング無得点という不名誉な記録がクローズアップされたばかり。同記録が更新された8日の巨人戦も中継解説の仕事で訪れていたという同志は、巨人先発の都合調整の内容が非常に良かったとし、 どこのチームもそう簡単に打てないよ、とフォローしながら、目を向けたのは走塁ミスだった。同試合ではブライト・ケンタが4回先頭で三塁打を放ち、虫三塁の形を作るもオルランド・カリステの3ゴロで飛び出してしまい、強殺プレーの末にアウトとなってしまった。選手の判断の甘さが露呈した場面となり、宮本氏もこのシーンを取り上げながら、打者が、打つ、打たないはもちろんあるんだけど、 走塁のミスが今年目立ちましたよね、とチーム全体にわたっての課題であるとした。一方で好材料として挙げたのは、カリステだった。8月下旬に4月以来となる一軍昇格を果たしたスケットは10日の巨人戦でもマルチ安打をマークするなど、貧打にあえぐチームにおいては存在感を示している。カリステの打撃に関しては宮本氏も、良くなっている、と評価。 試合内容が確実に改善されているとした上で、今後は本塁打10から15本、打率280以上の中距離バッターも狙えるとした。すでに2年連続で CS 出場権も逃しているチームをめぐっては、ファンから厳しい目も向けられている。昨往復は大幅な血の入れ替えが話題を集めたが、このまま回に沈むようであれば、コーチ陣、ナイン含め手こ入れは必要だろう。 残り18試合、来季に向け、少しでも希望が感じられるような戦いぶりを期待したい。あや、構成、ここからネクスト編集部。